私らは上陸部隊が占領した島に着くはずだった。やってきてみればバカバカしい。まだ攻略の途中で膠着状態にはまってやがった。私がその中にあるものを修理して戦闘機の格好にして懲罰兵どもに与えなくちゃならない。その格納庫もまだ敵の手の中だ。どうしたものかと問い合わせようにも通信はほとんど落ちてしまってる。通信がダウンして大混乱に陥る前、最後の最後に流れてた無線の会話では、オーシア軍の中にいる懲罰部隊の囚人兵たちが反乱を起こし戦闘機で味方を攻撃しまくってると言っていた。私らの他にいくつこんな部隊があるんだがないんだが、互いに信用できなくなったオーシア空軍機は味方撃ちを繰り返してる。そんな雑音も見聞きすることがなくなって、今は静かでいい。聞こえるのは砲声だけだ。かつて懲罰部隊航空部隊だった我々は自動小銃を武器に地上を歩いてる。オーシア軍からも撃たれかねないからな。散々我々のことを映像に押し込んだ監視どもも一蓮托生、身を寄せ合うのが一番だと思ったようだ。今じゃ我々の生き残るための戦力の一部になっている。いくつかの地上戦を乗り越え、地面の上を歩き続ける我々の前にそそり立つ何かが現れた。バラのマーク。これは墜落したエルジアの連絡機だ。監視が連れてる犬が何かを嗅ぎつけた。向こうの崖っぷちに何人か倒れてるのが見える。私は全てを失った。国王の座にあることがまるで似合わなかった父は、オーシア軍の首都攻撃の中で死んだと聞いた。私を安全な場所に運ぼうとしてくれた人たちは反乱軍から撃たれて不時着する飛行機で亡くなった。私の親友はここで私を襲おうとした兵隊を噛み殺して銃弾を浴びた。あれほど互いに手を取り合うことを放送で訴えてきたのに、みんなそんな風であると信じていたのに。ここで私を撃とうとしたエルジア兵は私がエルジア王国の王女であると知っていた。また誰かがやってくる。もう守ってくれる存在は何もない。私はもう動くこともできない。彼らの犬がもう動くことのなく横たわった私の犬に鼻を寄せて悲しそうな声を立てている。私は考えることも忘れて、見慣れない格好をした兵隊たちが差し出した水のボトルに口をつける。どのくらいここにいたんだい？と尋ねられ、3日と自分の声が出たことが信じられない。この人たちは皆いかつい顔をしていて、もしも私がエルジアの王女だと気づいたら。私を乗せてきた飛行機の操縦室を調べていた女の人が戻ってきた。こいつは対空無線機だ。まだ使える。女の人は私に何か食べさせるようにと仲間に言って隣に座った。そして小声でこう言った。私はな、あんたの放送の視聴者だったんだぜ、王女様。さっきからここで何を見てた？ああ、まあ話は分かった。お前たちの意見は理解できたよ。パーバンティ制圧、そしてエルジア軍将校の護衛、そこまでは良しとして、
そこから先の作戦方針、我々が当たるべき任務を俺はよく知らないままここにいる。相変わらず通信回線は軍も民間もまともに機能してないしな。本体からの命令もまるで届かない。とはいえエルジア軍残党が無数にいるここにこのままとどまり続けるのも危なすぎる。ここから先は自衛を考えよう。さっきのカウントからの提案だが、おっと、このタイラー島へと移動しようと思うんだ。開戦前にオーシア軍の大規模基地があった島だ。カウントは前にいた部隊がこの島の奪還作戦に投入されたと言っている。タイラー島は軌道エレベーターまで無補給で行ける唯一の基地であり、さらにアーセナルバードへの弾薬や無人機の補給を行うサプライシップの発着場でもある。軌道エレベーター奪還を狙うオーシア軍にとっては二重の意味で手に入れたい重要拠点だったはずだ。予定通りに作戦が進行したのであれば、すでに基地が取り戻されている可能性がある。投入戦力の規模を聞いた限りじゃ、まあ固いところだという気がする。上陸部隊が橋頭保を開いてるんだ。オーシア大陸との輸送路もできてるってことか。補給船がそれだけの拠点ならエルジアだってタダで手渡す前、相当な激戦になったんじゃ。まあ敵がまだ残ってたとしてもちょろいもんだろう。俺は家に帰りて。俺もだ。トリガー、お前の意見は聞くまでもないって顔だな。トリガーが腹をくくったってんなら私も行く。そうだな、トリガーと一緒に行く。よし、決まりだ。ここを引き払って前機でタイラー島基地へ向かう。アーセナルバードの防空圏は避けられるが、エルジア軍の残党との接触はありそうだ。光線による消耗はできるだけ避けて島へたどり着きたい。足の速い機体とセッティングを選んでくれ。さあ、俺たちお得意の長距離旅行だ。遅いやつは置いていくからな。好啦，今次任务就叫做简单啲啊，支援友军。不过呢个场地都危险啊，因为咧天空同地下咧系混埋一体嘅，咁啊要留意翻嗰个高度啦。未確認機が接近中。こんな時に対空戦闘用意。こちら AWACS ロングキャスター。そこにいる航空機はロングレンジ部隊の所属機だ。味方機か。撤退中の車両が攻撃を受けている。自己有自己有。了解。識別完了。咦，仲有一个唔知系自己定敌人喎，极有可能系自己有啊。不过，呢度仲有一个。敵人嚟嘅。又有，哇，多好多今次。即系同又系唔知保护总统啊，定唔知咩嗰个一样，嗰啲稳稳阵阵啦，确定咗系敌军啊嗰啲先至好攻击啦。多都多啊呢度，敌人嚟嘅，打得。打翻呢边先。我都好多下，其实都有排有排变形。右翼に三本線のオーバーだよ。
咦，呢个系我哋平时睇开剧情即系私招个主角喎。好啦，嘢就讲完啦。これで全て識別できただろう。ミッションは成功だ。よし、スクラップクイーン、爆撃地点を指定してくれ。それをどうやるか考えてたところだ。レーザー目標指示装置はないのか。持ってるわけねえ。発煙筒を撃つ。敵の目の前まで誰が持ってくる。メソ。メソ。おい、バカ待て。做咩啊？バカ待て。何してんだこのおバカ野郎。ここを攻撃して。做咩事？ロングキャスター、発煙筒の煙を。見到啦。そいつだ。前期データリンクで新しい識別情報を送った。目標を破壊せよ。外すなよ。周りにはお嬢さん方がいるんだ。メソ。急げ。メソ。メソ。カーション。あ、清咗呢啲先。メソ。ミサイル命中。先搞掂咗边佢哋嗰啲先，唔好讲笑。哇！限時間咯，仲要大佬。射多支，射多支，哎呀，射唔到。仲爭兩個。哦，搞掂曬。我淨係聽到好嘈，乜都聽唔到。サプライシップがマスドライバーから発射された。サプライシップがアーセナルバードに到達した。おっそや。宇宙を許してしまう。こちらの知らない新兵器が搭載される可能性すらある。サプライシップを撃ち落とすしかない。アーセナルバードの防空圏に入る前に。我担心緊我嘅機が唔夠速度啫。見到啦。敵の防空圏到達まで残り3分。近づきすぎると爆発に巻き込まれるぞ。前期警戒しろ。敵をレーダー上に確認。背中を見せて飛ぶことになるが、サプライシップの破壊を優先するしかない。うわ、いい的だ。だが一度離れればサプライシップに追いつくのは不可能だ。追っかけっこは得意なはずだが、スタートダッシュで避けてしまってる。ストライダー1、ミサイル発射。おい、ガリメか。見たかよ、今の爆発。ひとまず息片付いたら。サプライシップは2機いる。哇，睇唔到。
わわわわわわ、你去边？呢度。快啲啊，雷达！中啊！居然，哎，掂掂掂掂掂！よし、早く座れ。全員揃ってるな。よかった、サプライシップを撃墜できたのはよかった。それと難民たちを救えたのもな。だが、もろ手を挙げて喜べる状況じゃないことは変わらない。この基地のコマンダーまで振動で言動がおかしくなってきている。まあ無理もないが、結局タイラー島は完全な無政府地帯になっていた。そしてこの基地ももう安全ではない。ここにいる顔ぶれだけが味方だ。互いの顔をよく見ておけ。私らは動く船を見つけて島を離れた。あの島は私らがいるべき場所じゃない。こいつの名前はジョルジュというらしかったが、政治犯野郎はベルカ語でゲオルグと呼びかけた。こいつがベルカ人だってなんでわかるんだ？まあね、俺も両親ともにベルカの家の出だったんでね。初耳だな。ベルカ人は皆陰謀が得意だというがそいつは偏見だね。俺は公明正大に自分の考えることを主張して牢に入れられたんだ。王女も同じく抑うつ的になっている。なかなか見どころのある大バカ野郎っぷりを見せてくれたのにこのざまだ。あれを見てみな。この船が向かう先には空から垂れた一本のロープ。あの先がどこまで届いてるか知ってるか？宇宙。違うな。人間の一つの可能性ってやつにつながってたんだ、この戦争になるまではな。あの人は本当は、本当は多分どこか遠くの混乱の源につながってるのだと思うの。戦争より前、ハーリングがあれを作ろうとしたところから世界はおかしくなった。あれを作ったハーリングという人はたくさんの犠牲を払ってまで作り上げたものを自分の手で壊そうとした時、何を考えたのかしら。犠牲？なんだ？タイラー島の飛行場で見た使われなくなったたくさんの宇宙王冠機。ああ、私にはスクラップの山と見えたが、あれは軌道エレベーターの建設と引き換えに途絶えさせた技術だ。ここで軌道エレベーターを倒したら、人が宇宙に登る手段を取り戻すまでもう一度遠い出発点からやり直さなきゃならなくなる。
なのにハーリングは軌道エレベーターを壊そうとした。自分の命と引き換えに。私が聞いてきたのと違う。ハーリングは飛んでくるミサイルの盾になって塔を守って死んだの。私は自分が乗った飛行機をあいつにぶつけて壊そうとしたって。どっちが本当なんだろうな、王女様。わからない。客観的に見ればどちらとも取れる行動をあの時ハーリングは取っていた。それをどっちだと思うかは鏡だな。ええ、そのどちらだと思うかで実は自分自身の心を映す鏡。今の私には暗くにしか映らない。あんなもの倒れてしまえと思ってる。ブリーフィングを始める。と言っても司令部からの命令も何もなく俺の作戦だがな。タイラー島奪還とオーシア本国からの救援はまだ先になる見通しだ。俺たちは自分の力で生き延びなくちゃならない。首都ファーバンティを失って以来、統制を失ってエルジア軍も小勢力に分かれて群雄割拠だ。どうやらその最大勢力であるエルジア軍主流派の大部隊がこの基地の近隣を通過するらしい。例の軌道エレベーターへ向かいたいんだろうな。軌道エレベーターは何かの要ではあるっぽい。どうする、迎え撃つのか。何のために、今さら戦争遂行でもある前に。我々は家に帰ることを優先すべきだ。よそ行こう。そうだ、どうせ満足な補給もできない今の俺たちにはそいつらと戦う力はないし理由もない。ただな、もしその敵がこっちに飛びかかってきたらどうする。自衛の力を蓄えておかなくちゃな。ここからエルジア内陸部へ飛んだところに古い城を回収した物資備蓄の拠点がある。シラージ城だ。エルジア軍から離脱した少数の勢力も多少は駐屯しているらしいんだが、何より燃料弾薬は欲しい。高速道路を回収した滑走路もあるらしくてな。敵航空戦力が出てくる可能性もないではないが、敵主力を相手にするよか組みしやすいだろう。まあこちらも前期で攻撃するのは無理だな。奪った補給物資を運ぶ輸送機の護衛も必要だ。よし、じゃあストライダー隊は先行して備蓄基地を襲撃、敵戦力を無力化する。その後輸送機を連れたサイクロプス隊と合流、補給物資をこの基地に持って帰る。なるほどな。航空機以外は大した脅威じゃない。いけそうだ。生き延びよう。そして家へ帰るんだ、みんなでな。この先はオーシア軍がいない地域だ。我々以外に味方はいない。識別は不要だ。対空兵器を中心に空爆目標を設定した。目標清晰好多，好过之前嗰啲真系俾鬼死。我呢一架又系新机嚟噶，都系苏系列嗰啲机嚟嘅，咁啊，我几中用呢一个系列嘅机，咁啊，应该都会一路慢慢清落去噶，即系一路升级上去。なあ、基地を制圧して燃料と物資をいただく。それでいいんだよな、トリガー。生きるために奪う。私が育った場所じゃ当たり前のことだ。作戦を確認しただけさ。其实最好的这些呢，有红色标志这些的人呢，斋打这些 OK 的，其他这些都可以不用理。哇，爽皮啊！
前の何が分かる。ロワールドがやられた。脱出して降下中。クソ、私たち時間を稼ぐことさえできんのか。哇，呢个咩机？又系啲速度快到无影嗰部啊！睇下，连个雷达都，哇！又系呢部乜嘢啦？快到无影嘅，有排追佢啊！又打中佢啦！哇！打中咗，啱嗰飞六四六六 AM 打中咗佢。もうしばらくは空母のと燃料に困ることはなさそうだ。幸いにもエルジア地上軍がこの近隣を進軍するというのもただの噂だった。
上空からは見える土煙一つなかった。噂噂、通信網を失うとこうも脆いもんかな。ああ、一つ確かな情報がある。トリガーが落とした機体は X-02Y バーンの改良型だ。前の大陸戦争の時開発されてたやつだ。エルジアはそんなものまで使ってやがった。もっとも前の戦争じゃベルカ製も出回ってたといういわくの機体だからな。もしトリガーが落とせてなかったらと思うと今でも鳥肌が立つ。よく勝てたもんだ。戦争なんてそこの底じゃ何がうごめいてるか知れたもんじゃないが、その全部が解き放たれちまったみたいだ。きちんとした命令系統、約束されたソーティー達成後に待つ休暇、敵味方の識別が可能な戦場、そういったのが混乱の向こうに消えちまった今、全部が幻だったみたいに思える。この状況から脱出する方向ってどっちなんだろうな。好啦，咁今集就玩到嚟呢度先。中意俾个 like 同埋 share 俾其他朋友。下集再继续同大家玩呢只 Ace Combat 7。我哋下集再见，拜拜。